あの、こいつね、こんなさなかなのにね、金曜日一緒に人間ドック行きましょうとかつって。人間ドック、なんか健康について考えるとか言い出してさ、人間ドック行くって話になってさ、でいて、こいつと俺とさ、うちの神さんで金曜日の昼間から人間ドック行ってんだよ。自分の健康チェックしてる間に、たまごっちボコボコ死んでんだね、こっちの間で。俺の健康なんかいいんだよ、逆に言えば。俺の寿命の2年や3年、別にお袋がゲスト来ねえんだったらいらねえんだけどさ、金曜行ったさ、人間ドック、たまごっちの愚痴ばっかり話してもしょうがないから言うけどさ、んでさ、人間ドックでさ、いろいろこう体にこう異常がないかとか測ってもらいに行って、で、ここで、どれぐらい俺の調子が今、体の調子が悪いのか分かった上で健康に向かっていこうみたいな、一応、厚生渡辺と伊集院光る二人の、こう、クリーン結果みたいな始めようみたいな話になって、で、人間ドック行こうに軽はずみに言うからさ、おいで、俺人間ドックなんか別にあんなの健康診断なんか5000円とか1万5000円とかと思ったらさ、一人6万円とかすんのな。ほんで、神さんと俺とこいつの分で、で、またさ、最初値段言わないでさ、俺金ないんすけど、とかって言うからさ、じゃあ言ってくれるんだったら金出すよ、それぐらいって言ったらさ、6万円じゃん、18万だぜ。その上前の日からさ、うんこをくれ、タンをくれ。お前変態かっていうようなさ、俺のうんこをどうやって食うつもりだと思って。食わねえだろうけども。いや、なんか人間ドックで採取するのに、ちょっとごめんね、汚い話になるんだけど、食事中の人ごめんなさい。いねえよ、そんなやつ。そんなに気にかけることはいねえだろう、お前。どう考えてもこの時間なんだけど。なんか、試験管みたいなのの中にカッペって入れて、それも調べてもらったりとか、あとで、うんこな、うんこを、して、それに、その、うんこ棒みたいなのくれるわけよ。あらかじめ送ってくるうんこ棒みたいなやつで、うんこを縦横にさー、ザーってかき混ぜんの、うんこ。そうすると、うんこ棒の先の方の溝っこに、小うんこが、こういっぱい溜まって、で、それを、またその棒ごと試験管に入れて、それをこう提出する、ね、提出すると、調べてくれるみたいなやつで、検査に行く前の日とその日の、朝のうんこをしろっていうのね。で、うんこを、前の日の夜とその次の日の検査当日の朝のうんこを持ってきてくれっていうね。で、あと、前の日の夜の、9時から、検査まではご飯を食べると、その胃の中のレントゲンみたいなの取れないからダメだとかいうのね。でもよく考えてみ。前の日の夜にうんこ取って、その日からご飯食べなかったら次の朝にうんこは出ないじゃん。そうじゃん、だって。ね、うんこ、だってもううんこトラックにうんこは乗せて出てっちゃってて、新しいの入ってきてないわけだから、新しい在庫入ってきてないから、うんこの在庫ないですよ。ね。いくら踏ん張ったってもう、あとは直腸が出ちゃいますよ。そんなのうんこが出ないで。もうだってさ、三人揃って、うちの神さんも俺も、あれ、厚生渡辺もうんこが一本しかない。昨日のうんこしか。今日の絶対持ってこいった朝の一番ひねりはないんですよ、もう。おいでいきなり朝から病院行ってさ、あれ？うんこは一本なんですか？なんて怒られてさ、18万払ってたらお前がうんこをくれよ。それを、俺がうんこをあげることでもうどう考えても間違ってるじゃないですか。ね？おいもう、人からもらうものを一本少ないとか言うな！俺の行為でやってるうんこなんだから。俺でさ、まず一緒っぱなから怒られて、でいて、一応うちのシステムだと、一本だと、あんまり正確じゃないと、そのうんこ検査が正確じゃないから、じゃあもう一本今日の夜でも取って郵送してくれみたいなこと言われるんだよね。言われて、郵送しますか？それとも、まあ、やや正確なんでいいですかって言われるんだけど、でも、宅急便でさ、中身のもののところでさ、うんこって書くの嫌じゃん、なんか。じゃあ、いいです。ちょっと、やや性格外でいいです。なんつって。腹からさ、なんか、自分の体の中を完璧に調べてからっていう、もう、計画が飛んだしてるわけですよ、その時点で。おいで、また、行ってさ、14項目だったっけ ?14 項目が、まず採血です。とかってさ、やってさ。で、俺、デブだからさ、お医者さんで採血したことある人だと分かるんだけどさ、静脈に刺して血取るじゃん。だけどデブは、皮下脂肪が厚いから、その静脈が分かりにくいのよ。ここなんていうの？肘の裏ってなんていうの？この関節、手のこの関節のことなんていうんだ？肘の裏でいいのかな？内側の、要するに、肘に対してその内側のところにさ、こう、注射器の注射針を刺してチューって取るじゃん。だけど、デブは3日ないから、結構痛いのが、普通は一発刺してすぐ3日んじゃん。ていうかもう、青く見えてるじゃん。静脈って青く見えてるけど、あれが見っかんねえから、では見えねえんで、あれを探すところから大変なの。で、4回ぐらい打たれるの。いつも。で、もしくは、2回ぐらいこう、打って、それでもダメだと、ねじるっていうか、中でこう、えぐるっていうかして、当てるから、すんごい痛いのよ。でいて、俺はいつも、そんな3回も4回も刺されるんだったらば、
手の甲のところはさすがにデブでも青くて一番肉が薄いところなんで、ここからは静脈が見えるんで、人間の神経は先っぽに行けば先っぽに行くほどいっぱい入ってるんで痛いですけど、でも2回も3回も刺されるぐらいだったら甲で一発で取ってくれっていつも言うの、特殊なやり方だけどそれで取ってもらうんでいいですっていうのに、なんかナースがねナースがどうせその、何、皮下脂肪が厚くて入んないんだったら先で取ってくれっていうのは、もうナース的にはもうプライドをカチンカチンにね、傷つけられたらしいんです。まあ、ナースも、今まで相当な数取ってる人みたいな、なのよ。ナース界の落合みたいなやつなの。で、それが前から下手投げで投げようかぐらいのことじゃ、俺の言ってることって。でもう、なんかね、ナースアングリーですよ。それで、絶対内側から取るぐらいの通った。大丈夫ですな、つって。3回刺されて。全然大丈夫じゃねえじゃんね。んで、こう先っぽから取ってさ、いろいろやって、やっぱりね、もうね、言わずと知れたことなんですけどね、直腸検査って、肛門に指入れる、なんかお医者さんのその検査係の、肛門ソムリエが、ね、あのソムが、指にこうゴムみたいな、消毒済みのゴムみたいなキャップをして、俺でいて、俺のケツの中にこう探検に入るわけですよ。でいて、ズボーって入れて、でいて、中の何箇所かこう触って、例えば前立腺肥大はないかとかさ、そんなの全部触ってスポッと抜くみたいなのがあるんだけどさ、で、それが俺の中では、ジョイだったらどうしようっていう感じじゃん、なんか。ジョイだったら、あれジョイって恥ずかしいの、なんでなんだろう。ジョイの方が得だよな。本来あんなのお金出してやってもらったりするんだもんな、みんなな。お金出して、道玄坂の方とか行って、みんなでお金出して、それで、ジョイっぽい格好の免許のないジョイにね、入れられたりしてお金払うもんなんだけど、でもやっぱまあ、ジョイ恥ずかしいじゃないですか。男だったらいいなと思って、で、その検査するとか言ったらさ、先生男なんだよ。で、おじいちゃんなんだよ。よかった、まあおじいちゃんだったらまあいいやと思ってさ、それで、そのカーテンの中で、下をケツを出して、で、ももを抱え込んでくれと、ももを胸まで抱え込んだ状況で待っててくれって言うんだけどさ、で、もうドキドキしながらさ、もう待ってる、もう花嫁気分ですよ、俺は。で、花嫁こと俺はこう、ケツ出して、ももを胸のところで抱え込んでさ、その、待ってるわけですよ。で、待ってたら、ちょうど時間が昼休みにこう入ってるらしくて、お弁当の注文の話はしてんだよ。なんか、いなかった看護婦が来たらしいっていうのは来て、なんとか先生、お弁当はどうしますかなんて話をしてんだよ。僕は表にご飯食べに行くから、とかって、なんか最近なんとかって美味しいお店を見つけてね、とかって、延々と喋ってんだよ。俺、肛門開いて待ってんのに、ずっと。それで、やっと来たと思ったら注文取ってさ、看護婦も一緒にいんだよ。で、その先生は偉い先生らしくて、自分でやるのは、探検しかやらないと。探検以外のことは助手に任せるらしくて、なんか、肛門に、探検しやすくなるように塗るゼルリーみたいな。なんで明治風の言い方なんだろう。ゼルリーを塗るのは、なんか看護婦なんだよ。もう自分で塗りてえよな、そんなのもいいからさ。で、ゼルリー塗られて、おいで、肛門にこう指入れられてこうやって動かした後に、なんかね、すごいフランクな先生の言うのはいいんだけども、なんかね、自分の職業的ジョークみたいな、タクシーの運転手さんはタクシーの運転手さんジョークみたいなのあるじゃん。それで、肛門のこういうの検査をしてるとね、しててね、困ったことがあってね、なんて言われて、この間、競輪学校の健康診断に行ったら、連中はスポーツマンだから、肛門括約筋がすごくきついからね。もう指入れたら、これが、突き指するか骨折するかっていうぐらい痛いんだよ。あはははは、あはははは、もう抜いてから逆言ってくれよ。でも言ってないで入ってんだもん。指ずっと。で、サービスなんかしんないんだけど、まあ、全然中は問題ないんだけれども、俺は肛門括約筋がちょっと緩いらしいのよ、普通の人より。あ、それで交通事故の表示にクソ漏らしたりしてんだ、俺と思ったんだけど、肛門括約筋が緩いね、なんて。で、すっげえおかげで、ちょっと緩いから、検査するから、こうやって肛門に緩いと思う。俺もってんだから、薬局でもらう里ちゃん人形みたいな状況だな、もうケツにこう穴指入れられてるわけだから、入れられたまま、ちょっと噛んでみてってのおかしくて、表現がすっごい面白くて、噛むっていうのが肛門に歯あるみたいな感じするじゃん。それが面白くて肛門に力入んねえんだよ、もう。俺なんか猛烈先生が今まであった中で一番肛門括約筋が緩い男みたいになっちゃってね、もう。最悪だよ。でいて、最後さ、肛門も終わって、胃カメラとかも全部終わって、そしたら、結果は3週間後に郵送ですとかよね。3週間も待ったら健康になっちゃうっつうんだよ、そんなのな。
今教えてくれよ、今っていう。